オファーが来たわ。何ジムジャム集？いや、もうジムとしか言えないわ。あ、分かった、ジムキャリーの方だ。夜にしか着いて朝で溶かして何かを引きずってそれも忘れてだけどまた苦手ですごく苦くて結局どうやって何か曲がってなこいつね今日離婚したんすよ。いいよ仕事紹介しようか。最高。おお。ナイトザプラネット額縁に入れたポスター。窓のそばの花の隣に飾ってた。吹き替えより文字幕で。二人で見たあの映画。おお。泣き戻せば恥ずかしいことばかりで。早く。オーバーン。おめでとう。ありがとう。ありがとう。男なんてみんな夢に恋してんだよね。待つ人がいるってことは奇跡です。明日も休もう二人で一緒にいたい夜にしか